ちは、シロです。今回の動画は2021年の2月1日から15日に TikTok にアップした動画をまとめてみました。こうね、自分で言っちゃうのもなんだかおかしいんですけど、彼氏がいる時といない時の料理の差っていうのがね、なかなか面白いので、ぜひそこに注目してみてください。動画の最後にはまた動画に関するお話をしますので、ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。おはよう。よし、今週も頑張るぞ。ご飯チンして、卵ざっくり混ぜたら、昨日のユッケジャンスープを入れて、ごまかけたら完成。寒い朝にぴったり、いただきます。ただいま。なんかさ、お刺身も売り切れてて仕方なくカツ買っちゃった。かろうじて恵方巻きは 2,3 本残ってたんだけど、今までお刺身が売り切れてることなんてなかったのに。スーパーが想像してた以上にみんなが恵方巻き巻き巻きパーティーを開催してるってことなんかね、もうよくわかんないけど、マグロとかサーモンとかで恵方巻きしたかったな。でもまあカツでも美味しそうだから、まあいっか。いただきます。ただいま。立春だけど寒かったね。というかさ、まだ立春じゃないんだって。今日の23時59分が立春の瞬間なんだってさ。もう面白いよね。まあちょっとどうでもいい気がするけど、なんかみんなに話したくなっちゃった。今日はユッケジャンスープとうどんです。いただきます。今日は久々にお漬物作るよ。実家からの差し入れでたっぷりカブをもらったから、一口サイズに切って、浅漬けの素、それから昆布入れて漬けとくよ。食べるの楽しみ。よし、カブを使い切るぞ。前回のお漬物動画でいろんなカブの料理教えてもらってさ、もうほんと嬉しかった。いつも教えてもらった料理は作りたい料理リストっていう、まあ自分用のメモに取っておいてるんだけど、 TikTok 始めてからはたくさん増えてさ、もう困っちゃう。今回は私が大好きなカブのポタージュをみんなに紹介するね。ただね、この潰す作業がでもほんといろいろ心にくるの。とりあえずカブポタージュの行方は後半で。カブポタージュの続きだよ。全然カブ関係ないんだけど、まずはおかず作り。パプリカ炒めてブロッコリーにチーズ。いってらっしゃい。よし、それから肉団子たっぷり作ってっと。細く切った白菜も肉団子と一緒に軽く炒めたら、お湯入れて蒸すよ。そしてここでポタージュ。そのままでも美味しいんだけど、パスタにするとさ、もうほんと幸せになれるの。うん、だいたいこんなもんかな。今日のご飯も最高だね。お仕事お疲れ様。ただいま。朝早くからお仕事だったから、もう帰ってこられた。でね、今日はプレゼントが届いてたの。魚焼きグリル用のグリルパン。嬉しい。大事に使わせていただきます。本当にありがとう。何作ろっかな。これで料理がもっと楽しくなるね。もやしが半額だったの。もやしの半額ってなんかいつも買っちゃうんだよね。ほぼタダって感じがして。でもさ、今日はもうご飯食べたから使わないし、冷凍しておこうって思うよ。合ってるかなこれ。おはよう。うわ、月曜日が来ちゃった。なんか今日は目覚めがね、あんまり良くない。でね、もう台本も作れない。昨日の夜ね、実はお鍋だったんだけど、それを使ってね、なんか増水しよっかなって思ったら、結構ね汁が足りなかった。おはよう。いやー、ちょっとお布団がなかなか離してくれなくってさ。こういう日ってだいたいレンジでチンしてる間にちょこちょこ着替えてちまちま準備するんだ。炒めたり焼いたりするとその場から離れられないけど、こういう時レンジってほんと助かる。いつもありがとう。見て見て、いちご。すっごく大きくってさ、面白い形のがあったからみんなに見てほしくって。これなんだけどさ、なんかこういうキャラクターなんかいたよね。もうなんか忘れちゃった。いただきます。うん、甘い。いやー、いいタイミングでスーパーに行ったよ。お肉は半額だし、肉まんは 30% オフ。みんないつかの私のために冷凍しておくよ。お肉はジップロックに入れて、ニンニクに塩、胡椒、醤油、よくわかんないタレにうまいタレ、最後は蜂蜜。よーくもんでっと。いつかの私感謝してよ。今日はお野菜たんまり切るぞ。まずは玉ねぎ、これはザクザク切ってトマトの中に、それから大根、これもザクザク切ってトマトの中に。楽しみだね。
次は人参、それからじゃがいも。じゃがいもはね、皮のままチンしちゃうよ。あっちが気になるところだけど、とりあえずこっち頑張ろう。切ったやつもりもり入れて、ソーセージ入れて、いってらっしゃい。葉っぱにはトリュフのお塩。うわー、すっごくいい感じじゃん。うわー、こっちも最高。いやー、ごちそうな夜になったね。いただきまーす。うどん、うどん、うどん、うどん。今日は丸亀製麺のうどん。これこれ、これが食べたかったの。いただきまーす。うまっ。はい、いかがだったでしょうか。なんかね、夜ご飯の動画ってなんか今回はいちごとかね、なんかいちご食べたりとか冷凍保存するだけとかね、なんかそんな動画が多かったかなっていう気がします。あとはなんか頻度的には朝ごはんのね動画が目立ってたかな。まあね、やっぱね、2月はね、なんといっても節分でしたね。もう恵方巻きやりたかった。もうね、ほんとお刺身が全然なくって、恵方巻き自体はなんかちょびっとね、こうスーパー売ってたんですけど、それじゃあなーと思って、でね、せっかくねあるから作りたいよなと思って、でもお刺身ないなっていう感じでカツを買ったんですね。あのカツ巻きもうね、すごく美味しかった。あとはイベントとしては、魚焼きグリル用のね、あのグリルパンっていうんですか、あれを手に入れたことですかね。もうほんとすごくって、なんかまだ全然使いこなしてないんですけど、もうね、楽ちんだし、なんか豪華だし、あのままね、ああやってなんか机の上に出せるし、しかもね、美味しく焼けるしっていうので、もう素晴らしいアイテムだなと思います。今回の動画では、あのソーセージとか野菜とかをね、ザクザク切って、で焼いて、でチーズフォンデュっていう感じでちょっとやってみたんですけど、もうね、あれは美味しかったから、ちょっとまたやろうかなって思ってます。あとはね、オーブンとかレンジとかにも使えるみたいなので、いやー、使い勝手が良すぎるあれはもうちょっとしっかり自分でもいろいろ試してみたいなっていう風に思ってます。あとはもう最後の丸亀製麺、あ、違う、丸亀製麺の動画ね、もうさっきもちょっと間違えたけど、丸亀じゃなくて丸亀なんですね。もう全然知らなかった。もう丸亀だと思ってた。なんかコメント欄で、丸亀じゃないんですかってコメントが来て、え、丸亀なのって思って調べたら、丸亀だった。あー、知らなかった。でもそうだよね、香川丸亀市だもんね。じゃあ丸亀製麺だよねもうこの動画は、あの丸亀製麺のね、食いっぷりグランプリっていうハッシュタグチャレンジがあって、なんとですね、この優秀作品には釜揚げうどんのオケ、あれがプレゼントされるっていうことで、もうめちゃくちゃ欲しいっていうので、頑張ってね、ちょっと動画を撮って、でもダメだね丸亀って言っちゃってるもん、丸亀じゃなくて。もうこんな間違えてるやつにね、釜揚げのオケなんてくれないよねあー、悔しい、悲しいまあいっか、まあ美味しかったしね、もう撮影もアフレコも楽しかったし、もうこれでいいやあー、でも欲しかったよ。もう間違えないようにしよう、丸亀ね、丸亀、もう覚えたもん、うん、はい、ということで、まあ、ざっくり振り返ってまいりましたが、2月の前半の動画いかがだったでしょうか。
まあね、最近は YouTube の方でね、TikTok に上げるみたいな動画の方を、縦画面限定なんですけど、ショート動画として、投稿してみてますけど、そちらもね、まあどうでしょうかね。私的には YouTube の方でね、ショート動画でああいう風に上げられるのはすごく嬉しいんですけど、やっぱ長い動画の方がみんな好きなんかね、ちょっとわかりませんがね、もしなんかあったら、ご意見ください。まあ基本的にはショート動画は多分1ヶ月後ぐらいに TikTok の動画としてね、上がると思います。多分4月くらいに入ったらなんか TikTok で、あ、これ YouTube のショート動画に上がってたやつだっていう風にね、まあなると思います。うん、楽しみにしててください。さて、TikTok の2月の後半の動画の方は、また3月のね、下旬の方にアップしたいと思ってます。振り返り動画ね、これめちゃくちゃ私としては楽しいので、皆さんもね、楽しんで見てくれたら嬉しいです。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。ごきげんよう。